海ヘビザ TW 星とは、地球から見て、海ヘビザの方向に、約176光年離れた位置にある、オウシザ T 型星に分類されるかなり若い、爆発型変更星である。原子惑星系円盤を持ち、惑星が形成されつつあると考えられている。海ヘビザ TW 星は、いずれも、太陽と比較して直径は1.08倍、質量は0.7倍と、太陽より、 やや密度の低い天体である。高度は太陽の5分の1程度である。スペクトル分類は K6V 型であり、スペクトルによる分類上は K 型主系列性を示すが、実際には主系列性の前段階であるオウシ座 T 型星に分類される。表面温度は 3600K と低温である。また、 ウミヘビザ・ TW 星をはじめとした約10個の若い年齢の構成で構成された運動星団であるウミヘビザ・ TW アソシエーションに属しており、星団の名前の由来となっている。ウミヘビザ・ TW 星は誕生から800万年とかなり若い天体である。そのため、ウミヘビザ・ TW 星の周辺には木星の約50倍の質量に相当する原子惑星系円盤がある。 これは年齢を考えると、かなり大量に惑星の材料となり得るゴミが残っていることになる。最低でも約60億 km の距離から広がり、その半径は約330億 km に達する。2013年のハップル宇宙望遠鏡による0.5から2.22マイクロメートルの波長領域における観測では、中心から約120億 km の距離に、 幅約30億キロメートルの隙間があることが分かった。これはこの軌道において形成されつつある惑星の重力的影響によるものと考えられている。軽い構成でこれほど離れた距離においての円盤の隙間が発見されたのは初めてである。しかし、この観測結果は従来の惑星形成理論とは矛盾が生ずることになる。典型的な理論では、 惑星の形成に1000万年がかかり、これは、恒星から距離が離れるほどより長くなる。このことは、ウミヘビザ・ TW 星の年齢に対して矛盾が生ずる。また、カ間大型ミリ波サブミリ波干渉系の観測によれば、恒星から約88億キロメートルの距離までは、砂粒より大きな粒子が存在するが、それより外側では見つかっていない。特に外縁は、 円盤の隙間の内縁にほど近く惑星が形成されつつあるのにその外側の領域では砂流より大きな粒子がないことは従来の理論と相入れないことになっている。なお、これとは別に円盤の一部における重力的不安定から一気に収縮が進むことによって惑星が形成されるという理論がある。この場合、惑星形成には数千年しかかからないが、 これで誕生するのは地球の数百倍の質量を持つ惑星であり、これは太陽系の惑星でいえば木星や土星に相当する木星型惑星である。しかし、隙間から推定される惑星の質量は地球の6倍から28倍であり、これは地球型惑星から天皇星型惑星に相当する質量であり、これについても矛盾が生じている。現在のところ、 この矛盾を解消する説明や観測結果は存在しない。なお、2007年にはマックス・プランク研究所のチームが約610万キロメートルのところを3.56日の公転周期で公転する木星の1.2倍の質量を持つ惑星が視線速度法によって発見したと発表された。しかし、2008年にスペインの研究チームは視線速度の変化は 惑星の光点によるものではなく、ウミヘビザ・ TW 星の辞点と、オウシザ・ T 型星によく見られる巨大な黒点によるものであり、従って惑星は存在しないという研究成果が出されている。2013年には、アルマ望遠鏡が世界で初めて原始惑星系円盤でのスノーラインの直接撮影に成功した。捉えたのは一酸化炭素のスノーラインで、 N2H 分子から放出されるミリ波を観測することによって間接的に導き出された。N2H は一酸化炭素と反応しやすいため、N2H がある場所は一酸化炭素が凍りついていることがわかる。観測の結果、約6.8億キロメートルから約45億キロメートルの範囲には水の氷が、それより外側には一酸化炭素の氷が存在することがわかった。 通常、原子惑星系円盤のスノーラインは、赤道面の狭い範囲にしか存在せず、円盤の上下に存在する高温のガスが、円盤の物質からの電磁波を遮断することで観測が難しくなっているが、アルマ望遠鏡は N2H が放出するミリ波に強い感度を持っていることから観測が可能になった。2016年に一つの太陽系外惑星が発見された。 海洋星よりもやや大きい質量を持ち、恒星からは 22AU 離れている。2019年には国立天文大特任助教の塚越隆の研究チームによって原子惑星系円盤の中心から 52AU の位置に長さ 4AU、幅 1AU ほどの小さな電波源が発見された。これはすでに形成されつつある海洋星サイズの惑星を取り巻く。 中惑星円盤、あるいは円盤内で生まれたガスの渦に溜まったゴミで、今後惑星になりうる構造のいずれかであると考えられている。ありがとうございます。